これは、去年の11月の話です。で、12月にですね、私たち一般社団法人2月というのをやっているんですけど、12月にここの4階に実は事務所を構えました。このここから次の月ですね。で、せっかくここに淀川区に拠点を開いたんで、淀川区でもこんなことやりたいな、青く塗りたいなって言ってたところにですね、たまたまは次のところですけども、この、ビルのオーナーで、私は3代目の佐藤さん、石川さんとお話をしていると、石川さんが一言、じゃあこのビル全部でやればいいんじゃないですかと、すごく簡単な返事をいただいて本当にできるんだろうかというところでお話をしていく中で、淀川区役所さんであったり、社会福祉協議会さんであったり、地域活動協議会さんであったり、周りの方からすごく背中を押していただいてですね、でこれは絶対やらないといけない、使命だと、こんなにみんなが望んでもらってるんだってやらないといけないということで、青くする祭りやりました。今日のテーマ、皆さんこのテーマから何かを得たことがあるのか、またその皆さんからね、後から思い返していただいたらいいと思うんですが、パンフレットにも書いてたと思います。ファッター商材って何だろうっていうのを、住所から発信していこう、解決していこう。で、大人も子供もみんなで、ファッター商材というものを、なんとね、知ってるか知らないか、絶対知ってる方が、この先の人生は得することが多いと思います。